ドイツ2部残留田中碧プレミア電撃移籍へ。関係者によると、ドイツ1部で上位2クラブに加え、ボルシア MG やマインツ、さらにイングランドプレミアリーグのエバートン、同2部リーズなどが獲得の打診や興味を示しているという。ボランチながら日本代表で直近出場5戦で4発の得点力やゲームメイク力の評価は高く、今夏のステップアップ移籍が注目される。お前もプレミアになれ、田中碧。エバートン、オナなら息怪しいし取れれば面白いな。ショーン大使も、エバートンではバーンリー時代からアップデートして、ハイプレスからのカウンター戦術だから日本代表への還元って意味では価値のある移籍かも。格上倒しまくる日本代表で数字で結果残しまくってるんだから中堅が一番良さげ。プレミアは夢があるけど、競争も厳しいしブンデスのデュエル王でさえフィジカルが足りないと言われるレベル。今季も良かったし売り時かな。プレミアの強度には足りないかもしれないけど、エバートンとか中位のチームならある程度出場機会もらえそう。先人たちのおかげでありえないだろって噂もガチで言ったりするから期待してる。エバートンも財務関係で違反し、処分されたけど、なんとか一部には残留できそうだし、日本人は在籍歴はないから、エバートンでプレイする日本人を見てみたい。今夏ステップアップできないときつそうだな。